CSS, CSS は、ブラジルのディスコパンクバンド、サンパウロ出身。2000年代後半に発祥した、ニューレイブのバンドに分類される。歌は、英語とポルトガル語で歌われている。バンド名は、コンセデセアセクシー、完成時セールセクシーの略であり、ビヨンセの発言、ゴッドタイヤードオブビーイングセクシー、セクシーでいることに飽きたを、 ブラジル・ポルトガル語に訳し者。2003年9月に結成。バンドは初め、インターネットを通じて、名前を知られるようになる。アドリアーノ・シントラは、サンパウロのアンダーグラウンドクラブシーンで有名な人物であり、ラブフォックスは、ホトログとフリッカーで人気のある利用者だった。結成当時、アドリアーノ以外のメンバーは、楽器が弾けなかった。バンドのフォトログは人気になり、 トラマバーチャル、トラマバーチャル、マイスプイスのブラジル版にあたるウェブサイトに投稿していた曲は頻繁にダウンロードされた。トラマバーチャルはバンドへ大いに投資するようになり、バンドを取材させるためにブラジルとイギリスの記者を招待した。ブラジルの雑誌数紙とイギリスの新聞ガーディアンに記事が掲載された。いくつかの曲はメインストリームで使用され始め、ミーティングパリスヒルトンは シンプルライフのラテンアメリカでの放送に使用された。2004年、自主制作で EP を2枚リリース。2005年、トラマバーチャルと契約し、10月にデビューアルバム、完成時セールセクシーをブラジルでリリース。合わせて、ライブ会場とインターネットで7曲入り EP、チャサックスを販売した。アルバムと EP のレコーディング中に、クラーラ・ヒベーロとマリア・エレーナ・ゼルバがバンドを脱退した。 アルバムの限定版バージョンには買った人がアルバムの曲をコピーし贈り物として他の人にあげられるように CDR が同梱されていた。アルバムはブラジルで5000枚売り上げたと伝えられているがアルバム、シングルともにチャートには乗らなかった。2006年の初頭にはニルバーナなどを輩出した米国の有名レーベルサブポップと契約しアルバム完成時セールセクシーで 世界デビューを果たした。6月6日、シングル、Let's m a k e l v e and Listen to This From Above をリリース。7月、DJ d ィ p ロ、o ンジドホレとと共に、初のアメリカとカナダでのツアーを行った。2007年1月、初の日本公演を行った。また、カサビアンの日本公演でのオープニングアクトを務めた。2007年2月、シングル曲、アルコールの pv コンテストをインターネット上で開催した。2007年4月、曲名にも使用したことのあるパリス・ヒルトンとの対面を果たした。2007年5月、アララとオフ・ザ・フックがフォー・ザ・モーターズ・ボート2のサウンドトラックに収録された。2007年夏、バンドは様々なヨーロッパのロックフェスティバル、グラストンベリー・フェスティバル、レディング・フェスティバルなどに出演した。 2007年8月4日、ニューヨークの航空会社が過剰予約したため飛行機に乗ることができず、シカゴでも要されるロックフェスティバルのロラパルーザに出演できないという災難にあった。サマーソニックレ7に出演。シングル曲、ミュージックイズマイ、ホットホットセックスがアップルアイポッド・タッチの CM に使用された。この CM は18歳のイギリスの学生。 ニック・ヘイリーが制作した動画を元に作れている。ヘイリーは、ミュージック・イズ・マイ・ホット・ホット・セックスを使用して、i イ o ッ Touch の CM を自主制作し、2007年9月11日に YouTube へ投稿した。アップルの広告代理店トブワキティディの関係者が、ヘイリーの作った作品を見て、彼と連絡を取り、協力を得て放送バージョンを作成した。シングルは、 ビルボード63位を記録。ブラジルのバンドのシングル順位として過去最高位だった。同じ曲が1年前に競合商品であるズネのプロモーションに使用されていた。2008年4月11日、イラチェマトレビさんが脱退し、アドリアーノ・シントラがベースを引き継いだ。バンドは、その後、元、ザ・クーパー・テンプル・クロースのジョン・ハーパーをサポートドムとして迎え活動している。 2008年4月、セカンドアルバムからの先行シングル、Let Is i レイジが公式サイトから無料ダウンロード配信された。7月、セカンドアルバム、Donkey をリリース。アルバム名の由来はマネージャーに騙され、ロバ、A のように働いていたことから、マネージャーからはお金を持ち逃げされ、借金まで背負わされた。フジロックフェスティバル08に出演。フジロックでは、 プライマルスクリームとラブフォックスの共演が行われた。2008年11月、2度目の単独での日本公演を名古屋、東京、大阪、横浜で行った。2009年8月、再びサマーソニック0級に出演。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。